また真っ暗な通りか。これでは気分がめいってしまう。ライデン・メイは無事だろうか。まあ、少なくともくたばってはいないだろう。もし死んでいたら、ハイヘビの方も蜂の巣をつついたようになっているはずだからな。それはいいとして、とにかく今は自分の心配をした方が良さそうだ。もうすぐ落ち合う予定の場所に着く。もう来ているようだ。さて、来たのは一体どのハイヘビかな？来たか。お前が欲しがっていたのはこれだろ？優雅なカクテル。この中にある。必要な情報はこの中に入っている。今からお前の名はパピルスだ。そして私はお前の美しきアシスタント、ヒュパティア。明日はニベル工業のラボに向かうぞ。わかった。お前の情報源は本当に信用できるんだろうな。わかっていると思うが、もし情報が本当なら、私たちの今の状況は相当厄介だぞ。信用できるのか。だって相手の歯を一本また一本とへし折ってやらなければ、本当の話を聞き出せないと思っている奴が多いようだが、私のやり方は違う。そいつが愛する者の歯を突きつけて聞き出す。それが私のやり方だよ。冗談だ。とある映画のセリフの受け売りに過ぎない。ちょうどここに来る前にその映画を見たから行ってみたのだが、びっくりさせてしまったかい？その言い回しはお前だな。久しぶりだな、キオラ。前回会ってからもう3年以上は経つだろうか。もうこの世にいないと思っていたぞ。前回もそう言われたな。しぶとくてすまない。その口調で謝るのはやめてくれ。基地のあいつとあまりにかけ離れていて、どうにも我慢できない。そうか。私は大して違わないと思うのだが、それに見るといい。一番好きなアロハシャツも着ていないだろう。頼むから、少し静かにしていてくれないか。とにかくまずは拠点に行こう。案内を頼む。ここ次第だ。この近くにある。黒が君だと聞いて、ちょっとした飾りの準備をしておいた。3年ぶりにタッグを組むことになったが、何か感想は？ああ、あるぞ。早く終わらせたい。終わらせて休暇でも取るつもりかい？こうして話していると、君がヨルムンガンドを去った当時を、かつて私たちが互いに支え合っていた頃を思い出すよ。支えじゃなく監視だろ。そんな風に言うものじゃない。昔馴染みの仲だと思っているのは私だけではないだろう。もしそうなら、私の昔馴染みはかなりの数に達することになるぞ。おしゃべりはこれくらいにして本題に入ろう。天命やネゲントロピーも動いていると聞いたが。ああ、だが奴らはヨルムンガンドよりも慎重に動いている。だから不利になるということはない。私たちの任務にも影響しないだろう。彼らのことはひとまず考えなくてもいい。今はとにかく任務に集中すべきだ。明日は気をつけて細心の注意を払おう。失敗は許されないからな。そんな重要な任務だというのに、私たち二人だけでやるのか？そう、二人だけだ。最初から最後まで
人は増やせない。万が一見つかってしまったら、これまでの準備が全て無駄になってしまう。それに、私たちもおそらく無事では済まないだろう。だが、逆に言えば、君はあのハイヘビから相当変われているということだ。今回は、君が選ばれたのだから。私以外いないだなんて言っていたが、真意はどうだか。ひょっとしたら犠牲もやむなしと考えて、一番どうでもいい駒を選んだのかもしれないな。駒か。確かに。私たちは皆、単なる駒なのかもしれない。もういい。扉を開けてくれ。疲れた。お前が準備してくれた寝室が快適だといいんだが。